マジエミちゃん超大きくなったな、本当に。大きくなったよ。めっちゃベータ慣れ。あと2週間ぐらいでしたっけ？そうですね。さよならまであと2週間。やったやった。そう、これは。あ、これ。すごい、手作りでこれ作ったんだ。あ、水入れと、今ひっくり返しちゃったかないですけど、ご飯。これ私ご飯あげてみようかな、また。食べるかな。あげていいですか？うん。ねえ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 、おーい、え、ビビってます？あ、おい、食わないと思うんだよな。食わない、まあ、え、でもさっきビビってたんだやっぱ。じゃあ、うん、ちょっと私じゃもう仲良くなれないのかもしれない。マニさんの顔めっちゃ見てる。人のこと覚えてんのかな。え、絶対覚えてますよ。おい、ほらめっちゃ上がってる。見た今の。見てなかったけど。どうした？めっちゃ上がってない？そう。出した出した。あ、すごいすごいすごい、はい、見て、はい、え、マジですごい。お姉さん触れるんじゃないかな、マリコさん。あ、やば、すごい。え、こうやってやったら座るの本当すごいですね。うん、なんでどうやってしつけたんですか？いや、なんか自然と。なんかエミューってそういう性質あるんじゃないかな。他の子もそうだった。へえ、え、かわいい。いや、私もじゃあトントンやってみようかな。うん、座るかな。あ、触らせてもくれない、これ。いや、ほら、いや、嫌がってる。ほら、なんか逃げようとしてる。そうなのかな。ダメだ。ほら、だってなんかさ、ワニさんがさ、行った時は落ち着くじゃん。そうかな。そんなことないな。ほら、はい、全然違うよ。いて全然違うよ。やっぱ親って認識してるんですよ。私はそう思います。なんでちょっと疑問系なんすか。え、すごい、あくび、あくび、かわいい。で、こんなに慣れるもんなんすか、もともとエミューって。どうなんですかね。慣れるんじゃないですか、ちゃんと一匹一匹こう大切に飼ってたら。牧場とかでやっぱまとめてね、飼っちゃうと、もしかしたら。あー、なるほどね。うん、慣れないかもしれないけど、今ほら、仲間が俺しかいないからこいつね。うん、そうなのかな。ね、でも多分エミュー複数で飼うよりも人間と1対1で飼った方が人間になれると思う、うん、ああそうなんだ、うん、あ、そうか、うん、だって結構あの動物園とか、まあ、イズもですけど、みんな複数飼いっすもんね、ああいうのって。うん、やっぱ仲間が仲間認識してるんですかね。そうかもしれない。え、めっちゃ可愛いよ君。超美人。さっきワニさんから聞いたんですけど、この白い羽がヒナの頃の羽。てか、まあ、なんだろうな、ヒナの頃はこういう白い模様があって、うん、大人になるに従ってだんだんこの白い毛がなくなっていくって感じかな、うん、だから今黒っぽくだんだん。これ、これ羽。え、でもでかくなってる前見たやつよりね、うんうん、もっとちっちゃかったのに。ちっちゃえ、こんなだって触らせてくれます？すごくない？めっちゃワニさん触ってるけど
普段からなんか無意識に触ってさ、こうやって。で、爬虫類であんまりモフモフいないですからね。うん、触れないからね、うん、みんな、ね、そう、触っちゃうね。めっちゃくつろいでるやん。もう座ってるとこじゃない、もう寝る体勢じゃないですかこれ。うん、そうだね。ね、もうふわふわ。これ尻尾か。そうですね。見てる見てる。ほら見てるもん。どこになってんの。ね。あ、キラキラしたやつ好きなんですよこいつ。座んないよ。もうちょっとあの背中の方。叩くのトントントンって。座んねえな。バイバイ、エミちゃん。元気でね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、カメマルコでした。バイバーイ。